こんにちは、藤原です。今回は東京中華7選です。皆さんは中華普段から行きますか？僕は中華実はですね、なんだかんだ結構友達と行きます。普段おしゃれな場所を紹介しているのもあって、なかなか中華に行くイメージなんてないみたいな人もねいるかもしれませんが、そんなこと全くありません。町中華が大好きです。今回はいつもの動画と違い、ちょっとカジュアルさもありますが、これはこれでいい動画だなと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、では1店舗目がですね、東京都目黒区にあるお店になっております。11時半から15時、17時半から22時までやっております。学芸大学駅からね、徒歩10分ぐらいの目黒通り沿いにあるお店になっております。ここはですね、何より中国の本場の雰囲気とか味をね感じたいって方とかは本当におすすめのお店になっております。いわゆる町中華のね、東京っぽさをね感じるんではなくて、中国の本場感を味わう料理といえばここかなというお店になっております。そういった雰囲気が映像各所に今回出てくると思うのでチェックしてください。まずね、入って大きな、中華風の置物や高い天井とか大きな窓から入ってくる自然光がね印象的なんですけども、ところどころにある卓上の置物とか、椅子にかかった、座布団の柄とか器などどれをとっても、中国現地にいるような雰囲気のものが多いので、そういったところからも現地っぽい空気が、感じるかなと思います。正直見てるだけで楽しいっていうようなお店になっておりまして、小物は竜の絵柄とかが、あったりとかするので、そういうのもすごい細かいとこまで見てみてください。すごいノスタルジックな中国の下町感というか庶民感みたいなね、落ち着いた雰囲気が全体的にあって、中国の中では結構高級なイメージと、下町感があるかなと思うんですが、ここは高級感はそんなにないかなとは思っております。テーブル席から少し大きめの丸テーブルなどもありまして、中華料理はね、大人数で食べることも多いと思うので、結構大人数向けのテーブルもありました。大体がね、2人組以上のお客様が多くて、まあ、4、5人だったりとか、子供連れの方々なども、多くいる一方ですね、まあ、スーツの、ランチ会食っぽいグループもいたりとか、まあ、すごい使い勝手がいいお店かなと思います。結構賑やかな雰囲気なんですけども、天井も高くて開放感があるので、窮屈さとか圧迫さはなく、ゆったりとできる店内になっております。メニューはね、メニュー数がすごい多いので、ランチ用のものから通常のレギュラーメニューまでたくさんあるので、選ぶのも楽しいかなと思います。今回は、担々麺をチョイスさせていただいて、担々麺自体は1000円ちょっとするので、まあ、1000円以下で楽しめるというカテゴリーではないんですけども、ボリュームも、しっかりあって大満足かなと思います。価格も全体的にめっちゃ高いわけではないんですけども、コスパとか、すごい安いとかいうわけではないので、まあ、少しいい、ちょっと背伸びしたような中華を食べたいっていう時に、行きたくなるお店かなと思います。担々麺一つとっても、3から4種類ぐらいあったので、どんな違いがあるのかはね、店員さんに聞けば教えてくれますので、そこは聞いてみてほしいなと思っております。対応も含めてここは素晴らしいお店だなと思っております。2店舗目のお店がですね、オルソーというお店になっております。火曜日から土曜日、11時半から14時半、11時半から22時までやっております。日曜日は少し変化するみたいです。月曜日が定休日になっております。はい。ここはですね、少し住宅地っぽい、路地に入っていく場所にあるお店になっているんですが、まあ、ここに来たらルーローハンみたいな台湾料理のね香りが漂ってきて、まあ、お店をこう目で認識するよりも、もうね匂いでここだなって思うぐらい、すごい、外にも、素敵な香りが広がっているお店になります。外観はまるで映画のセットみたいな雰囲気の台湾映画に出てきそうな重厚感のある建物になっておりまして、それだけでもテンション上がること間違いないかなと思います。ラストオーダーの10分前ぐらいに行ったので、まあ、休日にもかかわらずそんなに混んでなかったんですが、口コミとか見る感じすごい混みやすいお店ではあると思うので、お昼時のタイミングとかは注意してください。カウンターテーブルなどがあるんですけども、高めの椅子に腰掛ける感じで、まあ、少しラフというか屋台っぽい雰囲気が感じられる内装かなと思います。また壁一面に世界各地のビールが飾ってあったりとか、ワインボトルが飾ってあったりとか、すごいラフで雑多なのにおしゃれでまとまっているというね、最強なお店かなと思っております。壁も落ち着いた白で統一されていて、かかっているランプも独特な雰囲気があるなと思っております。で、上の階も席がありまして、ちらっと覗いたんですけども、すごいローテーブルとかもあったりとか、まあ、グループで来ている人たちもすごい過ごしやすい感じなので、こっちはこっちで
大人数でも楽しめるお店かなと思います。でメニューはモバイルオーダーでオーダーする形となっておりまして、有名な水餃子やワンタンやルーローハンとか麺類などもいろいろあって選ぶのも楽しいなと思ってます。ビールやナチュラルワインとかも推している感じだったので、こういう台湾料理と、ビールとかナチュールを合わせるっていうのはすごい嬉しいかなと思います。今回ランチ利用だったんですけども、めちゃめちゃ嬉しかったのはルーローハンや餃子でのミニサイズとかね、ハーフサイズをチョイスできるということで、まあ一人で来るとせっかくいろいろ試したいのにっていう風なパターンって結構あると思うんですけども、ここはハーフ&ハーフができるということで、ここはすごい嬉しいポイントかなと思っております。はい、では、次のお店がですね、ジョーンズ上海ニューヨーク銀座店になっております。はい、ここ、ランチ11時半から14時半、ディナーが11時半から21時半になっております。土日祝日はちょっと変化があるみたいなのでチェックしてみてください。ここはね、もう接客から一流の高級レストランと感じられる高いクオリティが広がっているお店になっておりまして、客層的にもシニアや年齢層が上のお客さんが多いお店になっておりますので、ホスピタリティが丁寧で無駄のないスムーズな接客な中華になっております。予約して一時来店になるんですけども、6割7割ぐらいの席は埋まっておりました。時間制をとっておりまして、席数も多いので平日なら予約なしで入れるかもしれないんですけども、まあ、予約しておいた方が確実かなと思います。お客さんの層としては先ほども言いましたが、場所から40代以降に、見れるお客さんがすごい多くて、どのお客さんも落ち着いている印象ですね。なのでこう大人デートの時とかに、かなりおすすめかなと思っております。もちろんカジュアルに町中華とかに行って、サクッとデートするとかも僕はすごいいいなと思っておりますが、場面によってはこういうお店でラグジュアリーな雰囲気とか空間を楽しみたいっていう人はね、いるかなと思いますので、そういった時はこういう本格的な中華のお店に行くのがすごいおすすめかなと思います。銀座とか新橋エリアでゆっくりできるお店を昼から探しているとか夜ご飯も探しているっていう人は、すごくおすすめですし、ソファー席のあるお店がいいって方にもおすすめかなと思います。ちょっとしたご褒美感がある場所にもなっているので、それも含めてここはおすすめかなと思っております。はい、次のお店がですね、まあ一方ですごいこうカジュアルなお店になるかなと思いますが、ここもすごくおすすめなので紹介させていただきます。ここはですね、営業時間11時半から25時になっておりまして、日曜日は11時半から24時になっております。ここ接客とかは可もなく不可もなくみたいな感じで、いわゆる町中華みたいな感じなんですけども、お客さんもね、ここはゆっくりするっていうよりは食べ終わったらすぐ退店するっていう感じなので、混雑することもあるかもしれないんですが、すごいねお客さんが流動的かなと思います。ここもね年齢層は高めで40代ぐらいの方が結構多いお店になっておりまして、まあ、近くの会社で働いている方とかが多いかなとは思います。でここは本場の中華料理を食べたいって人にもおすすめですし、コスパよくいろんな中華料理を食べたいって方にも、おすすめになっております。ですごい焼き餃子もここのね醤油焼きそばもチャーハンもね、すべて美味しくてちょうどいい味付けなのが、特徴かなと思います。味が濃い中華とかも結構あると思うんですけども、ここは程よい味付けっていうのが、女性にも優しいのかなと思います。ここは今回一番変わり種というか、人によっては、邪道と言いますか、好きな人は好きそうなんですが、嫌いな人は嫌いかもっていうようなお店になっております。まあ、定番餃子から一風変わった創作餃子までありまして、ドリンクも豊富で昼飲みにもおすすめになっております。ランチ限定で20種類の餃子をね食べ放題っていうのがありまして、それが1500円という、ね、安さもありますので、ランチに行くのは結構おすすめかもしれません。スタンダードの焼き餃子とか、揚げ餃子とか水餃子とかの本格餃子もありつつも、こうトマトチーズ炙り餃子とか明太マヨ炙り餃子とか、ザーサイタルタル餃子とか担々水餃子とかジェノベーゼ餃子とかね、もうほんといろんな変わったやつがあって、すごいね楽しいかもしれないですね。でなんか僕的には、女性同士とかの方が結構楽しめるんじゃないかなと僕は思いましたね。で店舗は結構、狭くて平日でもほぼ満席な形だったので、まあ、予約していくことを、お勧めいたします。はい、ここは渋谷の名店なんですけども、霊峡というお店になっております。渋谷駅から徒歩5分ほどの場所にあって、本場の台湾料理が楽しめる、まあ、渋谷のコスパ最強激うま店になっております。
ています。まあ、レンガ造りのね、霊業と書かれた建物が目印なんですけども、ここ結構広々とした店内になっておりまして、中華ならではの丸テーブルや、一人でも気兼ねなく入ることができるカウンター席など、様々な席が用意されておりまして、2階にも席がありまして、宴会など幅広い用途で使えるかなと思います。店内は週末は満席なことが多いかなと思います。ここでのメニューは全てコスパも良くて美味しいメニューが多くてですね、中華の一つの特徴だと思うんですけども、ここは何より本当に出てくるのがめちゃめちゃ早いのも嬉しいポイントですね。どんなに混んでても早い印象ですね。で、鶏皿に、からし味噌を出してほぼ何にでもつけていいよって言われるんですけど、これもまた本当に美味しくて癖になるんですよね。で、僕がやってるカフェバーも実は渋谷にあるので、ここの、結構寄ったりとかするんですけども、ぜひうちのカフェバーの帰りにとか来る前とかにね、ここに寄ったりとかもすごいおすすめなので、ここはね、個人的に僕がよく行くっていうのもあるんですけども、すごくおすすめなので、ぜひ行ってみてほしいなと思っております。はい、ここはシンガというお店になっておりまして、江戸川橋駅から徒歩4分ほどの場所になっております。店内は清潔で接客もすごく丁寧になっておりまして、ここは山盛りのチャーハンがすごく人気なお店になっております。絶対にお腹いっぱいになりますね。はい、チャーハンの具材はチャーシューとネギに椎茸とナルトが入っていて、まあ、しっとりパラパラ系なんですけども、醤油のね、焦げた香りと味わいが本当美味しくてですね、本当に大盛りにするのは絶対に反対なので、大盛りにしなくても、いいかなと思います。で、ニラそばも有名になっておりますね。餃子も普通に美味しいので、餃子もね、食べるのおすすめですね。で、ここほとんど並んでいることがほとんどなんですけども、提供スピードはめちゃめちゃ速いので、すぐ入ることができるかなと思います。ぜひ皆さん、いろんなお店行ってみてほしいなと思います。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。1、YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。2、藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。3、東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。4、オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には、次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながら、リモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり、使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら、思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければ、モクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通してお客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには、会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考え、ユニンはお客様と一生関わっていくサードプレイスを目指しています。
現在会員募集は常に募集しているわけではなく、不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方はユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。またこの YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですので、ご登録お待ちしております。